アンティークなテーブルにソファー、カフェの店内に一歩足を踏み入れると、そこはレトロの世界。夕暮れは至福の時、オレンジ色に染まる景色を独り占めできます。めちゃくちゃいい写真撮れました。かわいいよ。頼んで異国情緒あふれ、レトロな建物が数多く残る、そんな函館を見る若者たちの視線が熱い。その人気の理由とは。函館山のふもとにあるこちらの喫茶店、大正10年に建てられた七蔵をリノベーションし営業しています。レトロなテーブルやソファーをしつらえ、大正モダンの雰囲気を醸し出しています。自家製の寒天と黒蜜を使用した和洋折衷のあんみつなどが人気です。普段来れないような感じがあったんで、せっかくやし来てみたいなと思って。物珍しい感じはありますね。最近若い人の姿が目立つようになりました。以前はあまりそういう姿なかったんですけども、自分たちは古いと思ってないんですけども、なんだろう、なんか新鮮なんでしょうか。逆に古民家を20年ほど前にリノベーションしたカフェ、窓からは色鮮やかなアジサイや海が一望できる絶景が広がっています。こちらも若者に人気です。めちゃくちゃいい写真撮れました。撮影していたのは海に浮かぶ夕日、船が行き来する中、空と海がオレンジ色に染まっていきます。卵のような金の太陽がぐーっと沈みかけると、オレンジの蜜汁がまるで自分に伸びてるかのように、すごいと伸びてくるんです。なんとも言えない一日のご褒美ですよ。ランプに夕日を当てると、まるで火が灯っているよう。すごくインスタ映えのするような入るお店っていうのがすごいたくさんあって、ちょっとまたぜひ戻ってきて、ちょっともうちょっとその街歩いてみたりとかしてみたいなって思いました。誰もが撮りたくなる景色だと思います。一人旅の先の女性の方とか男性の方とか、やっぱりフラッと来て、楽しんで帰るって方が多いので。他にも若者が熱い視線を送るスポットが。こちらはドレスや着物などを貸し出している衣装館です。レンタルした服で街を散策できます。札幌からやってきた5人の高校生、400種類以上ある衣装選びを楽しんでいます。悩んだ結果、袴やドレスを選びました。普段はなかなか着ることのできない衣装です。見せつけて、見せつけて他誰も着てないよね。特別な衣装で身を包み、観光スポットでは写真を撮り合います。かわいいよ。私の毛が短いいいね。素晴らしい。たくさん撮った写真、何に使うのでしょうか。 LINE のトップ画に LINE のトップ画にみんなに見てほしい、ね、インスタに載せて。本当に映えるもんね。映えるもんね。映える、うん、なかなかないし、ね、都会に全然ないので、ね、若者の心をわしづかみにする函館レトロ、なぜここまで人気なのでしょうか。昔のものっていうのは今の若い子たちからしてみると全く経験してないことだから、全てが新しいものに見える。 SNS のやっぱり通じて、その価値観っていうのが共有されて、あそこに足を運ぶ経験にもなってる、きっかけにもなってるし。若者による SNS の活用は観光需要の回復に一役買う可能性もあるといいます。波及することによって他の、まあ、この地域のブランド化というか良さみたいなものが周りに伝わって、他の地域からこう吸い寄せられていく一つのきっかけにはなるんじゃないかなというふうに思いますよね。
若者による函館の魅力再発見。そこには新たな函館観光の可能性が秘められていました。